いどうもコミーです。さてさて、最近ですね、検証系の動画私なんか立て続けにやってる印象があるんですけども、本日もですね検証系、やっていきたいというふうに思っております。何かというとこちらですね、ウィザードの塔、これのね、検証をしていきたいんですけども、まあ、何かっていうとですね、まあ、こいつの優先攻撃目標っていうのは、まあ、ここですよね。グラウンド&エア、両方とも、陸と対空、両方ともね、見ることができる、まあ、防衛施設なんですけども、ある時ですね、まあ、視聴者の方から、ご質問がありました。陸にターゲットを取ってる時には、空にターゲットを取ってないように見えるんですけど、なんかそれって、そういうもんなんですかねと、対地対空両方とも攻撃できないんですかねって言われたんですね。で、そうなのと思って、で今回はですね、それを徹底的に検証していきたいと思います。で、使うのはですね、ジャイアント、あとバルーン、あとコウモリの呪文、まあ、このあたりですねを使っていきたいというふうに思うんですけども、まあ、これらを使っていって待機対空、どちらもですね攻撃できるのか、それともどっちかしか攻撃できないのか、この辺の、ところをね、暴いていきます。まあ、今日も少し長めの検証になるかもしれませんね。いくつかパターンを準備してますんで、ではですね、まずは早速一発目見ていきたいと思います。さあ、こちらですね、もう今リプレイが山のようにあるんですけども、まあちょっとここは編集でカットしないでごめんなさい。このまま流してしまってですね、ですね、まあ、一応自分で事前にちょっとやってみたんですね。で、ジャイアントとコウモリはまず驚愕の事実です。まず、ジャイアント話しますよね。放ってターゲット取りました。そこにコウモリを当てていきます。そうすると、はい。コウモリ実はですね、ダメージ全く受けないんですね。ジャイアントにターゲットを取ったまま、コウモリがガンガン施設を壊していくという格好が作れます。これすごくないですかね。まあ、つまり、まあ、今ジャイアントですけど、まあ、陸のイエティとかペッカなんかを使って、ウィズトのターゲットを取ってしまえば、もうそこからコウモリが無双できちゃうわけですね、その辺っていうのは。ターゲットが当然外れるケースもありますけど、まあ、その以前ですね、ペッカボーラーに、まあ、ヒーラーをつけて、で、コウモリを回すと。まあ、いう戦術が流行ったことありましたけども、まあ、それの、まあ、理にかなってる理由がこれでもわかりますよね。ではですね、この、コウモリとジャイアント逆にした場合どうなるかちょっとね見ていきたいと思います。では次行ってみましょう。はい、ではですね、こちらコウモリを出してから、ジャイアント出した場合これがどうなるか見ていきたいと思います。まずコウモリを出してターゲット取ってからジャイアントもちょんと出してあげるんですけども、さあどうでしょう。うん、まあまあまあこうなりますよね。ジャイアントの方が多分近いのかもしれないですね。ちょっと距離が近いので、ジャイアントの方にターゲットを取った時にコウモリのいる位置と少しずれて、コウモリにねダメージが入らないという、もしかしたら、対地対空両方ともできるんだけども、ターゲットとなっているそのマスが違うので、両方にダメージが入らないというパターンかもしれないですね。コウモリから、ジャイアントにターゲットが移ったっていうことを考えると、まあ、まあ、それが言えるのかなと思うんですけども、まあ、もう一個わかんないのは、一発目の呪文でコウモリ全部焼き切って、で、その後の、次のコウモリがアタックする前にジャイアントに、ターゲットを取ったっていう可能性もあるんで、まあ、ちょっとそこは定かではないんですけどね。まあ、ただ、今のようなパターンで、コウモリにターゲットを取ってても、陸系のまあユニット、まあ、多分ジャイアントだったら他のペッカでも同じだと思うんですけど、がこう近づいていくとターゲットがそっちに移ると、まあ、いうことがわかりますね。では次、ジャイアントとバルーンだったらどうか、ちょっとね、これ見ていきたいと思います。では行ってみましょう。はい、ではですね、ジャイアントとバルーン行ってみたいと思います。まずジャイアントを出してから、後ろからバルーンを出していって、同じ軌道で向かわせるんですが、まあ、どうでしょう。一瞬重なったタイミングで火を吹いたようにも見えましたが、まあ、ダメージが入らなかったですね。ただ、まあ、一個言えるのはですね、これ、バルーンとジャイアントって実は、ターゲットを取った時に、立ち止まる場所が違います。バルーンは、ここですよね、ここ。バルーン。なんですけども、ジャイアントは、ここなんですよね。なので、もしかしたら、その微妙なこの、場所のズレ、によってダメージが入んないっていうケースはまあありえますよね。なのでじゃあちょっと次はですね、バルーンを出してからジャイアントをまあ一応念のためやっておきましょうか。はい、ではですね、次行ってみたいと思います。こちらまずバルーンを出してから、遠目に出してからジャイアントを隣接する。うん、ダメですね。まあ、ちょっと今ずれちゃったかもしれないですけども、バルーンを先に出しても、まあ、バルーンにタゲを取ってしまったらジャイアントにはダメージが入んないと。
まあ、言うことが分かりますね。まあ、ここまでは完全に、空なら空、地上なら地上ということで、ダメージが片一本しか入んないという状態ですけども、で、まあ、ここからはですね、逆に、地上プラス地上のユニット、空プラス空という組み合わせをね、やっていきたいと思います。では次いきます。はい、では行ってみましょう。まずはジャイアントと、イエティですね。この組み合わせはどうか見ていきたいと思います。まずはジャイアントを出して、ターゲットを取っていくところでイエティですね。さあ、こいつらが重なるんですけども、ダメージはやっぱり両方に入りますね。イエティがジャイアントに合流したタイミングで、きっちりと両方にダメージが入っていきます。さあ、地上プラス地上はこれでまあ見れましたけども、じゃあ次はですね、バルーンプラス、コウモリやった場合どうなるか。ちょっとこれも見てみましょうか。では、次行ってみます。はい、では行ってみましょう。バルーンをまず出していってから、コウモリの呪文を追い打ちで出していきます。さあ、これでコウモリがやられればっていうところなんですけども、はいはいはい、どうでしょうね、わかりますかね。コウモリ完全にやられております。コウモリどんどん、ビザーとか一発打つたびにコウモリやられてきましたね。まあ、ここまで見ていくと、やはり、空と空、まあ、バルーンとコウモリだと、やっぱり両方とも焼かれてしまうという状況が、まあ、見て取れましたね。では念のためですね、ライトニングドラゴンとバルーン、まあ、この組み合わせもちょっと見てみたいと思います。では行ってみます。はい、では行ってみます。まずはバルーンを出してからライドラの登場ですね。さあ、どうでしょう。これはもう明らかですね、両者がいるマスが全然違うので、もう明らかにダメージ入ってなかったですね。っていうのはどういうことかというと、ですね、ちょっと一回閉じましょうかね。ここの跡地見てみます。ライトニングドラゴンがいたのは今ここでしたよね。ここに、ライトニングドラゴンで、こっちにバルーンでしたよね。なのでやっぱりこの差があってダメージが入んなかったと、まあ、いうことが言えますね。ではですね、バルーンプラスホグライダーならどうかですね。ホグライダーもうちょっとね、バルーンに近いところに行くので、これで両者にダメージが入るかどうかっていうのはちょっとね、見物かと思います。では行ってみます。さあ、では行ってみましょうか。まずはバルーンを出していって、後ろからホグライダーをかけます。さあ、どうでしょう、重なりましたね。重なっていると思うんですけども、これダメージやっぱバルーンにしか入んないですね。ホグライダー行ってない。これ今ほぼほぼ、まあ、ちょっとどうなんだろうな、半マスぐらい多分ずれてると思うんですけども、まあ、バルーンがここ。で、ホグはまあこの辺ですよね。この辺。まあほぼ距離はないと思います。ホグですね。いや、まあこれでダメージが入んないとなると、まあ基本的には、空と陸のユニットを組み合わせた場合っていうのは、片一方にしかダメージが入んないって、これはまあ、もしかしたらね、このマスの、微妙な重なりっていうことはまあ大いにあり得るんですけども、ただ、それがあろうとなか、まあそれを考慮しようとしまえと、結論としては、空と陸のユニット、それぞれ出した場合には、ウィザードの塔はどちらかしかターゲットをまあ取れないと、まあ基本考えていいんじゃないかと。いうふうに思います。まあ、これ以外のユニットで、この組み合わせて、このウィズ島に向かっていくパターンはそうそう考えられないと思うんですよね。あと、まあ、ヒーローとかが、まあ、ババアリアンキングとかが、まあ、そこに張り付いたとしても、体力があるので、まあ、一発のウィザードの塔の攻撃が両方に入ろうが入る前が、まあ、致命傷にはなんないでしょうから、大事なことは、やっぱり、まあ、ホグライダーとか、あとは、コウモリ、バルーンとか、ジャイアント、まあ、この辺を出した時っていうのは、それぞれのターゲット、の、まあ、マスが違うのか、それとも対空対地、両方いっぺんに攻撃ができないからなのか、ちょっとそこは定かではないですけども、いずれにせよ結論としては対空対地両方ともターゲットを取れる、まあ、組み合わせっていうのはおそらく、まあ、ないんじゃない、まあ、ないと思って、ウィザードの塔と、まあ、相対しても、まあ、大丈夫なんじゃないかなと。まあ、いうのがですね、まあ、今回やってみての、まあ、私の結論です。ちょっと最後、まあ、若干そのグダグダっと話しちゃいましたけども、まあ、そこが結論ですね。まあ、なんでね、ぜひコウモリをする方っていうのは、ジャイアントとか、アイスゴーレムなんかで、まあ、ウィザードの塔のね、ターゲット取ったりしますけども、取ったが最後、ウィザードの塔はコウモリにはダメージ与えてきませんからと、いうことですね。フリーズ効果が発動する前に、コウモリ出すの怖いなとか、考えずにどんどん出しちゃっていいというふうに思います。でね、まあ、ホグと、バルーンとか使っている方も、ウィザードの塔は両方にもダメージ与えませんから、ホグなのかバルーンなのか、まあ、主力を考えて、呪文なりをね、使っていく。まあ、そんなようなね、攻め方っていうのが、まあ、効果的だと。まあ、いうふうにこの検証から、思ったところです。は
はい、いかがでしたでしょうかね。結構個人的には面白かったなと思うんですけども、まあもしね参考になってよ、面白かったよという方がいらっしゃいましたら、ぜひ、グッドボタン、チャンネル登録、また今後もね、ご視聴どうぞよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたします。バイバイ。